まず基本的にアクセルターンです。やり方は至って簡単。回転数を上げる、パワーの出るとこね。でハンドルを切る、あとはクラッチを一気につなぐ。であとは一応ですね、パイロンを立てながら目標物にとって同じ R で曲がることがポイントですね。これで練習としてはカウンターを当てて回る練習とか、あとはハンドルを中に入れる練習とか、いろいろこれをやることによってまず基本のアクセルワークが勉強できます。回転をですね、ちょっと4000回転で上げてクラッチと。あとはカウンターを戻した。アクセルを踏んだり踏んだり。結構止まる。フロントタイヤのですね、今フロントタイヤがどちらを向いているかとか、そういうのをですね学ぶ練習になります。